つげただお、つげただ,だ男性。1941年7月2日大は、日本の漫画家。本名は、つげただお。画廊を中心に作品を発表。つげよ春は2位。東京都大島町生まれ、千葉県大原町、現在のいすみ市育ち。幼少期の大半、6歳から15、6歳を、葛飾区立石町で過ごす。 小学校四年生頃からは、大人の知恵を身につけ、みさまみ真似ながら、物事を自分で判断し行動するようになる。物不足は深刻で、常に空腹を抱えてはいたがよく遊ぶ少年で、学校から帰宅するなり一目散に、屋外へ出た。病弱で労働もできずに家にいた感触持ちの義父と、血の毛の多い母、両師上がりで、 荒くれ者の母の義父が一つ屋根の下で反目し合いながら暮らしており、忠だは訳もわからずにいきなり殴られる場所であったため、外出は逃亡であった。唯一かばってくれる二人の兄、一人は、つげよ晴はろくに中学校も出ないままに働きに出ていたため昼はいなかった。周辺は、京成電鉄の線路で南北に二分され、北側は赤線街で、 南側はベニヤバリのマーケットを中心とした商店街を形成し、その周囲には、軒の低い長屋が密集し、路地が無数に走っていた。そこが子供たちの社交場になっていた。そこで暗くなるまで兄の帰りを待っていた。中学3年の頃には、同じ学校のやや不良がかったグループと付き合うようになり、毎晩のように彼らと街や路地裏をほっつき歩くようになる。しかし、 喧嘩や鉄くずを盗むような悪事には参加させてもらったものの少し厄介な企てなどの際は外された理由は忠男に漫画の才能があることを彼らが認めており特別視されていたためであるあいつは将来漫画家になるぞと誰もが信じていた中学校を卒業した後自宅から徒歩で10分ほどの葛飾の製薬工場に就職製薬会社は 名ばかりで実際は血液を売買する血液銀行であった。同工場で製造される血液製剤用の採血の補助係となった。仕事の内容は使用済み採血器具の洗浄と再生で水を張ったブリキのバット内で採血室から回収された採血セットをばらし、針、ゴム管にブラシや水を通し洗浄するため血まみれになった。排水は屋外の土ブへ 垂れ流しのため、泥さらいをこまめにしないとヘドロとなりひど薬臭を放つため、雑益係がこまめに泥さらいをしていた。しかし、廃棄血の処理は夜勤者が一目につかぬよう、夜中に水で薄めながら、ドブに廃棄していた。血液銀行には、平均1日600から800人、多い日は1000人ほどの売血者があり、仕事にあぶれた日雇い労働者、新商社、ヨタ、 ブライカンなど様々な人種に溢れていた。この経験は、後の作品でもたびたび描かれている。なお、現役社員が、OBE の有名人として紹介しようとしたが、削除されたという話がある。現、日本製薬株式会社。1960年頃から、兄、告義晴の影響で漫画を描き始め、それ以前から、兄の手伝いはしていた、貸本師、町で、 自殺しに来た男が入賞しデビューするが、1959年の回転拳銃で実質的なデビューを果たしている。続いて多数の貸本漫画を発表するが、その後約8年間の沈黙の時期を迎える。1968年、ガロ12月号で丘の上でヴィンセント・ファン・ゴッホは、を発表。再起を果たす。以後4年間、ほぼ毎月。 ガロに作品を発表。この頃発表した、ブライヘイヤは、後1995年に、石照夫監督、兄、吉春の作品も映画化しているにより、映画化された。1970年代には、夜行。1980年代には、コミックバックに、発表の場を移し、次々と作品を発表。1990年代は、イラスト、エッセイなどを発表しつつ、 千葉県流山市でジーンズショップを経営ていた。現在は長男に経営を譲っている。北東書房の夜行に総関事より執筆。精力的に作品を発表し続けた。評論も多く、夜行12号及び、原当に3号では特集が組まれた。漫画。作品集、対談集、2017年1月28日発公開。 沼に釣りに出かけた際に偶然男女間の争いに巻き込まれ衝動的殺人を犯してしまう老人の姿を描いた成り行きをはじめ美しい夜桜の下の花見での偶然の出会いから殺し合いの修羅場にまで発展する男女の惨状を見つめる初老男性が主人公の夜桜修羅次の代表作である懐かしのメロディでは終わり後の混乱期にら来に生きるサブの姿が描かれる 杉田田尾のシュールレアリズム、ワイズ出版館からは、行き輪をなくした老人の方向をテーマにした、音、さらに杉の長年のファンであった監督自らの、オリジナルである、バス事故に運命を翻弄される被害者遺族らの、天末を描いた物語が加えられ、全体を一つの壮大な物語に仕立て上げた作品。成行、ゆき、書き下ろしワイズ出版館、夜桜ら修羅、書き下ろしワイズ出版館、 懐かしのメロディー、音、瀬瀬孝久、佐野志郎、足立正男、江本昭、山田真帆、三浦正美、町田真理、柳俊太郎、中田綾千、川瀬陽太、吉岡睦夫、後藤剛藩、飯田薫、国本夏樹、坂上義美代、菅、伊佐武武、増田健一、ガ瀬玲奈、青ナ、葵北るさ、庵野京太、小田哲也ほか、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。